サインダレマ店のヒロです、今回なんですけれども、ルイ・ヴィトンの製造番号で生産国と生産時期が分かるということについてお話ししていきたいと思います。今回は僕のこの私物のルイ・ヴィトンのソフトトランクを使ってご紹介していきたいと思います。はい、ということで早速、僕のカバンを使ってご紹介していきたいと思うんですけれども、製造番号、まあ、シリアルナンバーですね。シリアルナンバーの位置は収納ポケットの中や内側ファスナーなどの縫い目の近くなど、まあ、結構非常に見つけにくい場所についていることが多いです。それでは早速見ていきたいと思います。はい、こんな感じなんですけど中は、内側にポケットがまず2つついてまして、この左側ですね、左側のここにシリアルナンバーが入ってます。このカバンは DU5118 というふうに入ってます。で、このシリアルナンバーなんですけれども、これは製品管理上ルイ・ヴィトンが付けたものというふうに言われており、一応公式な発表はされているものではありません。先ほど、DU5118 という、このカバンに記載があったと思うんですけれども、まずこちらの、DU アルファベットの部分、この DU というのが、生産国を表してまして、この DU だとフランスになります。で、他にもいろんなアルファベットの組み合わせがあったりするんですけど、そちらの方はどういう国を表しているかというのはこちらに写真の方を上げておきます。ぜひチェックしてみてください。はい、次にですね、こちらの5118という数字についてなんですけれども、こちらは2つ目の1という数字と一番最後の4つ目の8という数字、こちらの組み合わせで18、つまり2018年に生産された商品ということになります。そして1つ目の5という数字と3つ目の1という数字、こちらの組み合わせ51で51週目に作られた商品ということになります。1年がだいたい52週から54週に値するので、まあ、だいたい12月の中旬から12月の後半に作られた商品ということになります。今のが現行の2007年からのモデルの見方になりまして、これが1990年から2006年頃までのモデルの見方だと多少変わってきます。どこが変わってくるかと言いますと、1つ目の数字と3つ目の数字、ここが現行だと週を表すというお話をさせていただいたんですけども、これが週ではなくて月に変わります。なので1と2の組み合わせだと12月ということになります。なのでここの部分が若干変わっています。はい、いかがだったでしょうか。シリアルナンバーが読めるようになってくると、いつどこで作られたものなのかというのが分かってくるようになるので、皆さんもルイ・ヴィトンのアイテムお持ちの方いらっしゃると思うので、ぜひいろいろ見てみてください。以上、カインド裏山店のヒロでした。バイバイ。